来た。待って、めっちゃここがちょっとルーズにできんのがもうめっちゃ可愛く。おはようございます。おはようございます。今日は今夜はブラックフライデー中じゃないですか。もう真っ只中もいいとこよ。なんなら多分投稿してる今日は当日とかじゃないですか、ブラックフライデーので。私今までなんかブラックフライデーとかちゃんと使ったことなくて、なんかさ、いろんなさサイトとかがやったりしてんじゃん、通販サイトとか、まあ、実店舗とかでもやってるところはやってるけど、でそういうのに行ったこととかちゃんとそういえばないなと思って、でシンプルにブラックフライデー気になるなと思って、すでに9点とジョゾタウンでお洋服を買ったんですよ。でそれだけじゃなんかそのブラックフライデーを満喫した感がまだ足りてなくて、で今日はなんか実店舗とかいろいろ行って、ブラックフライデーやってる店舗とかに行ってちょっとお買い物したいなみたいな。それで私前の動画でメガネ欲しいって言ってたと思うんですけど、なんとゾフが今ブラックフライデー中らしくてマジ激アツ展開なんだけど、だから今日はメガネを作りに行くでしょ、まず。でお洋服とかコスメとかもちょっと興味があるので、今日はブラックフライデー巡りにしようかなと思ってて、でなんかいろいろ調べたら結構これあげる頃にはもう意味ないんじゃないかなとか思ったんだけど、まあ今日はねもうあれ多分見てくださってる皆さんはもう夕方とかなのかな、だからあれかもしれないけど、ブラックフライデーやってるとか12月1日とかまでやったりするとことかもあるし、あの最後には買ったものの購入品紹介とかもやろうと思ってるので、ぜひ最後まで見てってください。じゃあとりあえず支度します。じゃあちょっとヘアセット、最近このウォンジョンヨのスタイリングヘアオイル使ってます。これを軽くこうやって髪につけてから、だいたいコテとかストレートとかで髪巻いたりしてるんだけど、もうこれやるのとやらないので全然違う。本当にサラサラ具合とか髪のまとまり具合とか、私結構ね髪乾燥しやすくてなんだけど、これ使うとめっちゃ変わるのでみんな使ってほしい。これでお願いしてもいいですか。自分でもびっくりするぐらい目が悪くなっててやばいです。出来上がるまで30分かかるからカフェで時間つくします。気をつけてお待ちください。ありがとうございます。ご案内いたします。
照明も可愛い。お家の形してる。はい、ということで、じゃあ帰ってきたので購入品紹介していきたいと思いますが、まず9点で買ったものから紹介していきます。で、私ちなみになんだけど、9点で今回初めてお買い物したのね。今まで9点使ったことなかったんだけど、せっかくなら目代わりでお買い物してみようと思って初めてお買い物したんだけどさ、9点って届くのバラバラなんだね私びっくりして、それに。でもその ZOZO とかに使い慣れてると、 ZOZO って結構いろんなお洋服のブランドで買っても一斉にこういう感じで箱でボンって届くじゃん。で、私9点もずっとそれだと思ってたら、まさかのバラバラで届いたので、先に届いたこの3つだけ紹介させてほしくて、これテベールのバランシング GA ローションと、テベールのナノエマルジョンディープの乳液を買いました。で、あとこのこれもテベールのアウルティショットっていうレチノールのクリームなんだけど、結構9点でお買い物するってなって、何がいいんだろうかなとか結構いろいろ調べて、今なんかアナアがめっちゃいろんな美容液出してるじゃん。で、私アナアの美容液も1個頼んであったんだけど、でなんかそれでいろいろ見てて、レチノールもずっと気になってて、コスアレックスとかのレチノールも気になってたんだけど、なんかそしたらテベールがめっちゃいいですみたいな、テベールがめっちゃいいけどどんどん見つかってて悲しいみたいなコメントとかがあって、私テベールって初めて聞いたなみたいな。でもパッケージは見たこと若干あったんだけど、初めて聞いたから、あ、ちょっと使ってみたいなと思って、化粧水乳液とあのクリームをセットで買いました。ちなみに私の使用感的には結構良さげ。化粧水と乳液なんだけど、どっちも結構さっぱりしてる感じだったのね。化粧水も結構みずみずしい感じだったし、なんか乳液も、乳液って結構いろんな乳液あるじゃん。ちょっとクリームっぽいやつとかもあると思うんだけど、なんなら化粧水じゃないって間違えちゃうぐらいの乳液だったの。ほら、まずさ、この時点でめっちゃ水なの分かります？ほらめっちゃ水なの。なんだけど、ちゃんと保湿してくれるみたいな感じ。で、あとめっちゃなんかオーガニック系のいい匂いがする。匂い的には。だけど、確かに保湿力とかはあるけど、だし結構赤みとかも私は次の日に申請割とされてたけど、もうちょっと保湿力が欲しいっていう人、私最近脂性肌っていうことに気づいて、だから結構使いやすかったけど、めちゃくちゃ乾燥肌ですよみたいな人は保湿成分高いやつと合わせて使ったりとかした方がいいかもしれないです。クリームをちょっと保湿成分高いものにしてみるとかね。で、レチノールなんだけど、レチノールはまあぶっちゃけ私は結構レチノールが合う、肌に合うタイプの人なんですよ。だからイニスリーのレチノールの美容液とかも結構合ってたし、それこそコスアレックスのも良かったけど、やっぱ最初は 0.1 から試した方が絶対にいいと思った。これ 0.1 なんですけど、これぐらいのやつから使った方がいい。で、クリームはこういう感じです。こういう感じのクリーム、結構良い、良かった。だから私はちょっとレチノール成分もうちょっと強めに入ってるやつも買ってみて挑戦してみようかなとかちょっと思ったけど、でもこれは毎日っていう感じじゃなくて、なんかスペシャルケアみたいな、スペシャルケアとかちょっと赤みとか気になるようになってきた時に、そこに部分的に使うのが一番いいと思います。量もちょっと少なめだし。で、寝る前に使うのがおすすめ。夜、朝塗るとレチノールって結構 日に弱いから日焼けしやすくなっちゃうから、これを使う時は夜で、皆さんぜひ使ってみてください。でも私はさ、そアヌアのアゼライン酸っていう美容液が一番気になってて、それが早く届けってずっと思ってたんだけど全然届かなくてさ。はい、じゃあ次、エーランドの購入品紹介します。エーランドは2点お買い物しました。なんか結構ね、エーランドは全部がブラックフライデーっていうよりかは対象商品だけ安くなってるっていう感じで、で、その対象商品結構一通り目を通したんだけど、割と薄手のものっていうかが多かったの。なんかニットとかはあんまりブラックフライデーの対象になってないやつとかが多くて、最近入ってきたやつとか、
そうだから迷ったんだけど、めちゃくちゃ使い勝手が良さそうなこんな感じの黒のニットを1個買いました。でこれ1個あるだけでさ、なんかほんと何にでも合わせられるしさ、めっちゃ便利だなと思って、これとあとこのこれですよ、メインはマフラー。価値かわいいんだけど、私はもうこの色に一目惚れしてしまったし、なんせこれ3300円だったんですよ。めっちゃ安くない？普通に。でこれ黄色もあったんだけど、私どちらかといえばブルベ寄りっていうのと、ちょっと青の方がやっぱ色が強いから、こういうカラーもののマフラー持ってなくて、白とか持ってるから黄色のやつはね、結構ねその白系統のマフラーと雰囲気似ちゃうなと思ったから青を買ってみました。で私ずっとやりたかったことがあって、マフラーで最近流行ってるさ、バラクラバ巻きやりたいの。それちょっと調べていいですか？もうこれがずっとやりたくて、でなんならこれを買ったまである。縦半分にするのってこういうことだよね、絶対こういうことだよね。これで巻いて同じ長さにする。むずい。こうやって同じ長さにする。やばい、首締まる。うん、こんな感じですね。干して中に通すと、でこれを持ってくんの前に。無理じゃない？どうやって？え、でもさ半分だよ。こう？できてる？これってできてるの？誰か教えて。合ってんのかな、これで。確かにめっちゃあったかいけど。できた。え、合ってんのこれで。こう？わからないけど、合ってるかは一旦置いといたとして、ぽいぽい。ぽくはあるくない？ぽくはあるし、あったかいからいっか。っていうマフラーでした。はい。じゃあここからはロフトに行きます。じゃーん。ロフトで買ったものは、全部で3点です。まず1つ目が、こちらの、ブランケッツです。サイズがね、横幅が思ったよりちっちゃかったの。超長方形なのこのブランケット。ほらここがこの幅しかなかったけど、めちゃめちゃあったかいし、めちゃめちゃモフモフ。本当にこれでこの冬を乗り切ります。私はもう見ただけでわかると思うけど、めっちゃ触り心地良くていい、あったかい。しかも買った時結構抜け毛気になる系かなって思ったんだけど、全然抜けないからめっちゃいいです。ゴミとかにもならないし。そして2つ目がこちらです。ミニ LED ライトハウス。うち結構電気がこうこうとしてるから、ずっとライトが欲しいって思ってたんだけど、可愛いちょうどいいサイズの缶のライトがなくて、本当にちっちゃくてよかったの。でね、超可愛くない？このおうち型のライトを買ったので、これを、うわバカかわいい、これを置いて生活しようかなと思います。超かわいいんだけど、めっちゃかわいいんだけど、これを照明代わりにしてちょっとゆっくり生活しようかなみたいな。はい。そしてまあなんといってもコスメ、じゃん、こちらのデイジークのジューシーデューイティントシャープ26ローズブラックティーの香り。香りじゃない、色。なんで香りって言ったんだろう。めっちゃ可愛くない？え、待って、めっちゃ可愛い。あとめっちゃいい匂い。あ、やばい。しかもロフトで試した時に思ったんだけど、こうやって手に塗って落とすじゃん、結構残るんだよね、ちゃんと。これは使います、いっぱい。イエーイ。はい。そして最後がここにいらっしゃいます、ゾゾタウン様です。マジ私めっちゃゾゾって一気に買っちゃうタイプの人だから、ちょっと今回も一気に買っちゃったので、なんと今絶賛ブラックフライデー中らしくて、マジかって感じなんだけど、こっちからして
買った時より安くなってたらどうしようって思うけど、そこは見ないで、気になるのがあったらお買い物してください。まず1個目、じゃーん、 KBF のツーレイフリンジカーディガン。これこうやって前にしてボタン開けてもいいし、こっち前にしてトレーナーっぽく着てもいいし、これめっちゃ可愛くて、色味とかもね可愛い、ふわふわな感じでめっちゃ可愛くて、こちらを買いました。そして続いてコートです。今年は真っ白なコートを買っていないので、買ってしまえと思って買ってしまいました。じゃん、やばい、超可愛いんだけど。普通にこれリエディのフェイクウールシャギーダブルテーラードジャケットのアイボリーですね。こんな感じの丈感の、はい、そんな感じのコートと、続いてもうまだまだあるんですから、とっとと行きましょう。こちらがバイムニールのグラデーションボートネックニットです。これ今あのこっちとかに着用画像出てると思うんだけど、なんとこれこうやって肩出しにするんですよ。やだ、可愛いでしょこういう感じのニットさ、私あんまり持ってないし着ないのよ。でそういう肩出しとかもあんまりしないけど、まあ、もう二十歳にもなりましたし、ちょっと大人っぽくいこうかなってことでこれを買いました。はい、続いて、じゃーん、え、かわいい。これはリアンっていうブランドのラインニットプルオーバー。これバカかわいいんだけど、こういうちょっと一癖デザイン入ってるやつが結構好きで、これ見た瞬間にかわいいと思って、短丈だったからちょっとスタイルもよく見えそうだなと思って買ったんだけど、ここのブランド自体が今回初めてお買い物したんだけど、めっちゃ可愛いのがいっぱいあって、なんかシンプルでシンプルだけど大人っぽいみたいな感じの洋服がいっぱいあったので、ぜひ参考にしてみてください。はい、次、これがアスリデイってとこのちょっと音程、初めてお買い物したので音程間違ってたらごめんなさい、やつなんだけど、こういう短丈のちょっとこういうところにダメージ入ってる感じのこれニットとこのインナーがセットで売られてて、重ね着するイメージで多分着るやつだと思うんだけど、もうこれもめっちゃ可愛くて、私最近こういうちょっと短丈、この辺ぐらいまで短丈にあの中合わせて着るのがめっちゃ好きで、たまにやるんだけど最近。これがセットになってるのめっちゃお得と思って、だいたい分かれて売ってるのをさ、自分でこうシャツとニットとかで組み合わせたりすると思うんだけど、もうセットになってるし、しかもめっちゃ安いから、これめっちゃいいなと思って買いました。はい、次、はい、じゃーん、ビポワのカーディガン、レトロ刺繍アーガイルニットカーディガンです。これめっちゃ可愛くない？これやばくない？私結構これね、今回の一押しなんですよ。これバカ可愛いのさ。ほんでほんで、これあの赤もあったんですけど、私ネットで頼む赤を結構信用できなくて、赤って結構染色からちょっとボルドー系まで結構様々じゃん。でボルドー系だったらいいんだけど、結構染色の赤で来られちゃうと怖いと思って、今回は使い勝手も良さそうだし黒にしたんだけど、赤もめっちゃ可愛かった。こんな感じです。はい、だけどこの中とかにこうちょっとタートルネックのやつとか入れたりしながら、いろいろ着回しもできそうだし、カーディガンってやっぱさ、その使い勝手の良さが結構あるじゃん。だから可愛いなと思って、こういうさ刺繍とかもさ、いちいちめっちゃ可愛いの、本当にお花がいっぱいで、なので購入しました。はい、トップス部門終了で、続いてボトムスって言ってもボトムスは1個しか買ってないんだけど、じゃん、こっちだった。じゃん。はい、こちら。メゾンドテレーズのパンツ付きハイウエスト A ラインミニプリーツスカート。めっちゃ可愛くない？かなり可愛いと思う。ここだけがプリーツになってる。なんか私、こういう可愛い系のお洋服をあんまり着ないので、こう全部プリーツだと一気にめちゃくちゃ女の子っぽくなっちゃうんだけど、半分だけプリーツとかだと、なんかそのガーリーさもちょっと抑えられるし、けど可愛さも残ってるよみたいな感じで可愛いなと思って買いました。でなんかやっぱ今年は結構ミニスカ宣言、ミニスカ宣言っていうか、ミニも頑張って履きます宣言をしてて、あれしたっけ、いや私勝手に言ってるだけかなこれ。
やでも結構今年はそうミニ丈も頑張って着ようって思っててずっと避けてきたのでと思って今回これを買いました。でそれと合わせるためにじゃん靴を買いました。シブラのロングブーツなんですけどじゃーん、こんな感じのロングブーツ可愛くない？めっちゃ可愛くない？これもブラックとブラウンがあって今回は私はブラウンにしたんだけどこの感じこういうちょっとこういう感じのロングブーツずっと欲しくってずっと欲しかったんだけどなんかどこで手に入れたらいいんだろうっていうのとなんか結構同じようなのがいろいろあって迷ってたんだけど ZOZO でこれを見つけた時にもう特大一目惚れをしてもう絶対買うって思ってこれだけはもう絶対買うって決めてたからこれを買いました。で最後がバッグ。これアントマリーズのバッグでございます。めっちゃ可愛い。これでちょっとこう斜めにもいけるしこうもいけるしみたいな。でここで縛れるから調整もできるんかな。長さそういうことだよね。長さ調整もできるからめっちゃ使い勝手いいなと思ってこちらを買いました。な結構私バッグいろんなの持ちたい意欲があるタイプなのでちょっと新しくねしてみました。あとユニクロでもお買い物をしまして、まずこちらユニクロとさ GU がさ感謝祭やってたじゃん。だからお買い物したんだけどもうこの動画が上がってる時には感謝祭が終わっちゃってるかもしれなくてちょっと参考にならなかったらごめんなさいって感じなんだけど、まず一つ目がこちらです。ブラッシュドジャージーワイドパンツ。このセンタープレス入ってるブラウンのパンツ、これがめっちゃ履きやすいらしいの。私の友達がユニクロでバイトしてるんだけどその友達がこれめっちゃ履きやすいよって教えてくれて買ってみようかなみたいな。ブラウンのロングパンツをね意外と持ってないからちょっとでも合わせなんかブラウンのロングパンツずっと欲しいなって思ってたから買ってみました。安め。あとねこれなのよ私の一押しは。履いたことないんだけどこれ X でバズってたユニクロのヒートテックのソックスなんだけどこれをねこう履くじゃん。履いてこれしかもめっちゃあったかいらしいのさ。こう履いてここをもうすでになってるんだけどちょっとルーズソックスみたいにできんのよ。ここがちょっとルーズにできんのがもうめっちゃ可愛くて、でこれとムートの組み合わせがめっちゃ可愛いっていうのが X で結構バズっててずっと気になってたのを買ってきましたよと。これめっちゃ可愛いよ。はい、ということでブラックフライデーのお買い物購入品紹介以上でございます。いや総額でどれぐらいお得になったんかな。多分ね1万円ぐらいは全部でお得になってると思う。ロフトも 10% オフだし ZOZO がね結構引かれてるっていうのもあるしユニクロも安くなってたし、もう本当にブラックフライデーに感謝ということで、あのユニクロ以外は多分9店もブラックフライデーやってるし ZOZO もやってるし A ランドも12月1日まで、でロフトも12月1日とかまでなんか 10% オフのキャンペーンとかやってるみたいなので、ちょっとこの時期にねみんなで駆け込んでこの今のうちにね冬物をたくさん集めてアウターとかも集めて安くこの冬を乗り切りましょう。やっぱ冬物って本当にバカにならないからさ、洋服とかも含めてマジで本当にぜひ参考にしてお買い物してください。バイバーイ。